ファボルスキー反応とは、塩基存在下で、アルキンとカルボニル基関で起こる、有機化学反応の一つである。この反応は、1900年代初頭に、ロシアの科学者、アレクセイ・ファボルスキーによって発見された。カルボニルが、アルデヒドの場合、転移反応が起こり、エノンが生成する。この転移反応が、酸によって触媒される場合、マイヤーシュスター転移と呼ばれる。まず、 アルキンが水酸化物イオンまたはアルコキシドなどの強い塩基によって処理されることで、金属、アセチリドが形成される。HCCH, OHCCKH2ORR, c、H o H、c、K H、o ル OHCCKRR, CCCH 次に、金属、アセチリドはアルデヒド、またはケトンと反応して、プロパルギルアルコールを形成する。アルファ水素が存在する場合、 互い変異性により対応するエノンが生成する。過剰に水酸化物を使用するとアルドール縮合が競合するためファボルスキー反応が適用可能な機質には制限がある。エノラーとはアセチレンと反応しないためアルデヒドを使用する場合典型的な反応条件では不十分なことがよくある。アルデヒドとの反応をうまく進行させるにはドマッソや 微量のエタノールを含む1にジメトキシエタなどの溶媒を使用する必要がある。また、水酸化リチウムは反応を開始するために必要なアルキンとの付加物を形成できない。本反応の利点は2点ある。1点目は、水酸化物はリチウム、ナトリウム、またはカリウムなどを使用して合成されたアルコキシド、またはアセチリドに比べると安価な点である。2点目は、 脱水や脱気条件が要求される多くの類似反応と比べると、本反応ではそれらはさほど問題にならないため、反応の実行が容易な点である。本反応は、末端アルキンを保護するために使用される。例えば、アセトンと反応させて得られるに、ヒドロキシプロプマイナスニールアルキンや、市販のにメチルマイナスンブチンマイナスニオールが、末端アルキン保護体に該当する。 保護器は、プロパンマイナスにオール中で、水酸化カリウム溶液中で加熱することによって除去することができる。ありがとうございます。